VG ベセラ語、ビクトル・ゲオールギエビチベセラ語は、ロシアの物理学者。モスクワ物理工科大学教授。出身は、旧ウクライナソビエト社会主義共和国。1967年に、負の有電率と、当時率を持つ物質の存在を、初めて予見した。マイクロ波領域で、そのような挙動を示す物質は、後にインペリアルカレッジロンドンのジョン・ペンドリーと、 カリフォルニア大学サンディエゴ校のデイビッド・スミスにより実際に製造された。これは新しい研究領域の誕生であった。マイクロリソグラフィを使ってこれらのメタマテリアルは THZ およびその先の領域まで拡張されている。 m i p t ru,https, コロンスラッシュスラッシュ mipt.ru スラッシュ dpp スラッシュ news スラッシュ nekrolog ビクトラジョージビカバセレゴ2018年10月12日、閲覧 ?ab スライサル v.i メタマテリアルズオンアンテナソリューションズセブンスインターナショナルコンファレンスオンアンテナセオリーテクニクスアイキャットレイキュラビーブ ウクライナピアニッシモ十九二十四 h t t p: <ip> //s, <s l i u s a r. k i e v. u a/ レイ一九レイニオンアイキャット二千九 p d f テラヘルツレスポンスオブエーマイクロファブリケーテッドロッドスプリットリングレゾネーターエレクトロマグネティックメタマテリアル h、OM、o m o z a b d f カスオウィルヘルミアンド b t so サイズ、レブ、レッド、94、063901、ドイ、10.1103、フィジリーブレッド 94.、94.063901。ありがとうございます。